先月16日に新居浜市の保育園で生後8ヶ月の男の子がお試し保育の給食を食べた後意識不明の重体となっている事故を受け、県と市が実施した指導監査の結果が今日発表されました。この事故は先月16日新居浜上部のぞみ保育園で、当時生後8ヶ月の男の子がお試し保育の給食で小さく刻んだ生のリンゴを食べた後心肺停止し、現在も意識不明の重体となっているものです。この事故を受けて県と市は先月31日合同で指導監査に入り、その結果を今日公表しました。県は監査結果で、園が離乳食を提供する場合リンゴは加熱して提供するなどの国のガイドラインに沿っていなかった上に、園を管理する法人が現場の状況を把握していなかったこと、また給食提供時のリスクに関して職員の意識が低かったことなどの問題点を指摘しました。事故の発生原因の解明と再発防止の徹底、職員の資質向上などの6つの項目について改善を行うよう園に通知したということです。一方、新居浜市は学識経験者や医師ら5人を委員とした第三者による事故の検証委員会を立ち上げていて、来月5日に1回目の会合を開き、事故原因の解明と再発防止策を取りまとめていくことにしています。